富山ブラックラーメン、これは誠屋でいいのかな。麺をほぐしながら入れます。一気に 3玉入れます。スープを入れます。醤油のいい香りですね。麺が茹で上がったので、ザルに戻します。はい、わざわざシーフに皿を敷いてみよう。チャーシューとメンマはこれは別で買ってきたものでございます。で、まあ残りの朝ごはんとかの残りのおかずをね、こうやって入れてアレンジしたりもできます。その前にネギですね。薬味としてのネギと、あとは卵を乗せたいと思います。今回富山ブラックということで、卵をね、米を食べて育った卵、白い卵を買ってきたんですが、結局食べ進めちゃったので、もう1個しか残っていないですね。これをちょっとね、落として食べたいと思います。はい、これが白い黄身の卵、白玉というものです。画面では分かりづらいですかね。白い感じはわかるでしょうか。お米を食べて育った鳥の卵、白玉でございます。以上、富山ブラック完成でございます。はい、ということで完成したのでいただきたいと思います。富山ブラックラーメンせいやの濃厚醤油極太縮れ麺ということでございます。スープはね、こういう感じの黒いスープでございます。はい、ちょっといただきます。うん、濃厚な感じの醤油味。また醤油ラーメン好きなので、お、これは美味しいかもしれないですね。そして麺が極太麺ということで、よいしょ、こういう感じでね。おお、すごいですね。美味しそうですね。では極太麺いただきます。うん、このやっぱり極太っていうのがいいんですかね。美味しいですね。うん、うまい。で、今回はね、トッピングとして卵もね、全部使い切っちゃったんです。お米を食べて、よいしょ、育った卵ということで、白玉というね、白い卵。黄身が白いんですけども、ちょっと見えづらいかな。こうやると、なんとなく普通の卵よりも色が白っぽいのを感じますかね。白玉。これを使って、食べたいと思います。で、トッピングのネギだとかメンマとかチャーシューとかは別途買ったものでございます。別にオリジナルとかではなく、なんていう、インスタントみたいなね、なんかパックに入ったものを買いました。ではいただきます。うん、うん、うまい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 ですね。うん、うまい。卵、よいしょ、超える感じにすると白さが伝わりますかね。伝わらないかな、難しいかな。よいしょ。で、チャーシューとメンマ、メンマもいただきますか。うん、
うまいです。富山から富山ブラックラーメン製屋がやってきて食べました。佐藤淳さん、ありがとうございます。もしよろしければグッドボタン、コメントよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方、ぜひよろしくお願いします。それではさようなら。うん、うまかったね。冷める前に食べたいと思います。ありがとうございます。